数々の困難を突破し、サンジを奪還したルフィたち麦わらの一味。ビッグマムの縄張りから脱出を試みるが、敵の激しい追撃を振り切れずにいた。一方、ウェディングケーキ運搬を任されたベッジは、食い煩いのビッグマムをルフィたちから遠く離れた島まで誘い出すことに成功する。ここまで引きつければ問題ない。野郎ども、撤退だ。あとはクロワシとプリンのケーキの味次第。死ぬほど美味しい。これこれ、ウェディングケーキ。ウェディングケーキの甘みに満足し、正気を取り戻したビッグマン、直ちにルフィたちへのさらなる追撃を開始する。大艦隊に包囲され、ここまでかと思われたその時、ルフィたちを救うべく現れたのは太陽の海賊団だった。彼らはかつてのジンベエの仲間であり、ジンベエはたまらずルフィにしんがりを願い出た。ルフィ、わしゃあいつらを置いてはいけん。この船の最後尾、わしに務めさせてくれ。忘れんな、ジンベエ。お前の船長はもう俺だぞ。死んでも死ぬなよ。ジンベエたちの尽力により、ルフィたちはビッグマムの縄張りを脱出。ゾロやキンエモンの待つ次なる目的地、ワノ国を目指す。その途上、ルフィは世間から再び大きな注目を集めていた。四皇の一角に大打撃を与え、その幹部をも倒したことで賞金額も。ちょっと待ってください、ルフィさん。あなたの懸賞金額、15億ベリーですよ。その頃、ルフィを取り逃がしたビッグマム、ワノ国を支配する百獣海賊団の王様、カイドウと密談していた。いいね、麦わらの首は俺が取る。邪魔すんなよ、カイドウ。あの小僧に恨みがあるのは俺だ。来るなら殺すぞ、リンリン。一方、先にワノ国に潜入していたゾロ、ウソップ、ロビン、フランキー、彼らはキンエモンの指示でカイドウの動向を秘密裏に探っていた。だがゾロの持つ黒刀シュウスイが紛失したワノ国の国宝であったため、窃盗犯とみなされたゾロはワノ国全土で指名手配されてしまう。そんな騒ぎも知らず、ルフィたちはワノ国に到達。荒波に揉まれるうち、仲間とはぐれてしまったルフィは一人ワノ国を探索する。不法入国の船に指名手配中の浪人の逃走か。ホーキンス、今すぐそいつを捕らえろ。カイドウさんにはまだ言うな。はっ、おそらく浪人の正体は麦わらの一味の一人、海賊狩りのゾロかと。であれば、麦わらの一味が他にも潜り込んでいるはずだ。ドレーク、一人残らず探し出せ。承知した。おい、サンジ、みんな。くそ、ここどこだ。あそこにいるのは。この声はルフィ。来てたのか。やっぱりゾロだ。久しぶりだな。みんな一緒か。ああ、はぐれたけど、まあ無事だろ。やはり指名手配の浪人とはお前のことか、ロロノア・ゾロ。麦わら、お前もか。観光ならやめておけ。
お前らが来ていることは知れ渡っている。麦わらの一味、上からはまとめて捕獲しろとの命令が出た。すでにドレークがお前らの仲間を追っている。捕まるのも時間の問題だろう。何だと？この国では強者につくか、従わず逃げ回るか、それだけだ。金右衛門の話はこうだ、ルフィ。騒ぎは起こすな。よし、じゃあちゃんと後で謝ろう。こいつ倒してみんなを助けに行くぞ。お前たちが生き残る確率 19%。 さてゲームを始めようか。指揮官さえ倒せば雑魚は逃げ出すはずだ。よし、この偉そうな奴からぶっ飛ばすぞ。
する騒ぎだ。あれ、ドラゴン、久しぶりだな。そうだ、敵倒すの手伝ってくれ。縄張りを奪って敵の目を引きつけ、それで戦力を分散できるはずだ。ロケット、おかげで楽に片付いた。敵を引きつける。なんだ、向こうが騒がしいぞ。様子を見に行ってみるか。炎のギガントジェットシェル、you
なぜ罠
の国に入った。残酷ではないらしいが、我がカイドウをぶっ壊しに来た。邪魔するな。Okay.
ストローマンは部下たちの分身だ。俺にダメージを。すぐに狙われる。大した能力だ。精神すぐに終わる。そこまで人が違ったのか。さっさとこいつら倒して助けに行くぞ。封じるつもりだったのか。俺の力だ。ラボ、ラジオだ。イズリー爆弾。終わりだ。イズリー爆弾。同盟が揃ってこの国にいるとは何をする気だ。王国はバレだし、花屋は使われる。あいつら、考えうる最悪の事態に仕上がってる。お前ら、なんでカイドウに越したなんかやってるんだ。お前が知る必要はない
でウソップたちを助けに行くぞ。どいつもこいつも不甲斐ねえな。ジャック。カイドウさん、あんなガキども相手に何を手こずってやがる。竜、なんだあれ。カイドウ。カイドウって竜なのか。奴の能力だ。カイドウは巨大な竜に化ける。やれや、てめえ何やってんだ。おい、カイドウ、ぶっ飛ばしに来たぞ。お前は。俺はルフィ、海賊王になる男だ。ゴムゴムのエレファントガーン。に戻った。ゴムゴムのコングオルガあの麦わら屋が一瞬で、やはり化け物か、カイドウ。おい、ぼーっとしてる場合じゃねえ。ルフィを早く助けねえと。待て、ゾロヤ。闇雲に突っ込んでいっても奴は。お待ちくだされ、ゾロ殿、ロウ殿。キングモン、もはやワノ国は敵だらけ。どこもカイドウの息がかかっておる。今単独で行っても捕まるだけでござる。けどよ、カイドウならあの場ですぐにとどめを刺せたはずだ。始末せず連れ去ったということはきっと何か狙いがある。今は焦らず一度体勢を立て直すべきだ。くそ。桃之助様と残る皆は合流しておでん城に集まっているでござる。一旦引き上げ、次なる策を講じようぞ。やったな。